ホームパーティーは自宅に客を招いて行うパーティー。ただし自宅で行うパーティーには日本と欧米で文化的な違いがある。英語ではハウスパーティーという。日本ではホームパーティーは一般的に気心の知れた人たちを自宅に招いて楽しむパーティーを言う。自宅に複数の友人や知人、会社の同僚などを招いて主食を提供、鍋料理や バーベキューなどでもてなす。自宅で行う鍋パーティー、たこ焼きパーティーからパーティールームを貸し切ってのラグジュアリーなパーティーも含め、個人が主催して行うパーティーをまとめて、ホームパーティーと呼ぶ習慣が確立。略してホームパと呼ばれる場合も多い。一般社団法人として、日本ホームパーティー協会も生まれ、ホームパーティー検定も設立されている。 コロラド州でのホームパーティー欧米文化では、レストラン等ではなく、自宅に客を招待することは、最上のもてなしと考えられている。そのために本で言うホームパーティーと異なり、儀礼的かつ社交的な要素が強い形態のものも、多い。欧米では客をもてなすために、専門のウェーターを招いて、パーティーを開くことも、一般的である。欧米では自宅に招いたり招かれたりすることは、 信頼関係を深める機会であり、家庭にゲストを招くことは自分たちの趣味思考やライフスタイルを知ってもらう機会と捉えられている。このようなフォーマルなパーティーでは招待状も作成され、日時やパーティーの種類のほかドレスコードがある場合はそれも記載される。なお、欧米でも日本のホームパーティーと同じような形態のパーティーも存在する。ありがとうございます。